猫丸先輩シリーズは、日本の推理作家である、倉地厚氏の一連の作品群である。最新刊は、月下美人を待つ庭で、猫丸先輩の暴言。長編一編、短編集五冊、計六冊からなる。初期では、死体の登場する通常の本格推理小説を主に扱っていたが、次第に、いわゆる日常の謎を扱う割合が増えている。 作品中、下の名は明かされていない。小柄、動画のせいで、年齢も不詳だが、初登場時では20歳代、その後は30歳代前半と記述されている。小猫のような目に前髪を長く垂らす。本シリーズの一貫した、探偵役。ひょうひょうとした性格で、身のこなしも猫のようにしなやか。大学を出た後も定職に就かず、様々なアルバイトを経験し、後輩に、 アルバイトの世話をさせても悪びれることなく、ひょうひょうとよう渡っている。ヤギ沢など年下の人間に対しては、落語のご隠居メーター、おっさんっぽい話し方が出る。小雑誌の編集者、猫丸の大学時代の後輩、2年後輩である、中肉中税。猫丸にライターの仕事を紹介するなど何かと世話を焼くが、振り回される主な被害者でもある。準レギュラーで、 厳重奔走曲などには全く登場しない。ありがとうございます。